今日もみんなでシネマティークどうも映画コメンテーターの有村コンです今日も動画をご覧いただきありがとうございますそれでは早速行きましょう今日のテーマはこちらですはい、マトリックスの新作公開記念ということでマトリックスの総まとめです はいえーまあ、1999年から「ですねマトリックス」というのは、まあ、キアヌ・リーブス主演で3本作られているんですね、えー「マトリックス」えー「マトリックスリローデッド」「マトリックスレボリューションズと」とこの3本あるんですけれども、えー、これ3本見るとですねなかなかやっぱり新作に備えて「えー、レザレクションズ」に備えて見ても大変な時間が要するので、まあ、僕の動画ではですね、まあ、あの3本を一気に総まとめします。はい、さらには マトリックスとは一体何なのかという考察、これは有村こんなりのですねえ考察をその後にやって、そしてマトリックスの小ネタですね、あの有名なこうやってエビ採りになるようなシーンとか、ですねまああのちょっとそんなような小ネタも入れつつ、最後には。 えー、マトリックスのなんちゃって映画、えー、エロパロディもですね紹介していけたらなと思っておりますということでこの動画面白かったという方はぜひチャンネル高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまずは最初から言ってまいりましょう、えー、マトリックス3部作総まとめです、えー、まずですねこれあのマトリックスって仮想現実がテーマの映画なんですね でえー、2つの世界軸があって現実世界で生きている軸と仮想現実の軸というのがあります。で大前提としてえ人間がここの後ろの首の後ろにこうプラグみたいなのをブスっと差し込まれると仮想現実の中でさも生きているかのような感覚を味わっているというのがまず世界観としてあるんですね。 でそもそも論、論じゃあなんでそういう未来になってしまったのかと言いますと、えー、AI のロボットと人間が、えー、戦う未来になってますここは、えーまあ、ターミネーターだったりアイロボットだったり2001年宇宙の旅だったりいろんな SF 映画が、えーまあ、人間はバカだということで駆逐しようということで、まあ、ロボット AI が人間をやっつけるって構造は一緒なんですね。 で戦争がいいろろありましたと、えー、ところがですね人間が「やべえ負けそうになるロボットが優勢!」って言った時に最後の手段で核爆弾をバーンってやって大きなこうキノコ雲みたいなのがバーンとできたらですねロボット側はですねソーラー電池で動くえー、まあ蓄電だったんですよね。そしたらいわゆる太陽がこうキノコ雲によって隠れてしまったので。 これはいかんエネルギーが続かないということでどうやって電力を供給しようかと考えた結果ロボット AI 側は人間に流れている微力な電力まあこうやってこうやると多少こう静電気とかも出るじゃないですかこの微弱な電流をどん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 エネルギーとして人間を眠らせているような形にして仮想現実に活かせているようにしてどんどん電力を集めていこうというシステムを構築するわけなんですねで え最終的に、えー、人間たちは自分がプラグから電力を抜き取られてるってことを知らずにですねロボットたちが栄えているという世界になってしまったというのがまずバックボーンとしてあるんですね、はい、ところがですねその仮想現実の中っていうのはすごいリアルだしさも自分が今まで生きてるような感覚があるんだけれどもあれあれこの世界どうもちょっとおかしいぞっていう気づくやつが出てくるわけですね。 これを反乱分子という言い方もあるんですけども、それがキアノ・リーブス演じるネオという男なんですね。で、えー、自分があれおかしいぞということに気づいてプラグを引っこ抜いて、現実社会を見ると、なんとロボットに人間がやられてるではありませんかと。それで、えー、モーフィアスというローレンス・フィッシュバーンとかにいろいろ教えを請うて、えー、自分が、要はそのマトリックスの世界の中で、えー、ロボットに対して反乱を起こしていく。 さらには、現実世界でもロボットに対して、まあ、反乱を起こしていくというのが主な主軸なお話となっております。ただですね、このマトリックス壊そうとしても、そうなんです。その反乱分子を取り締まる警官みたいなやつがいるわけですね。これが、エージェント・スミスという、この男ですね。これがですね、要はその、実は現実世界にもだんだん現れてくるぐらい、まあ、 すげえ悪いやつです。超悪役と言っていいんですけども、まあ、実際に殺しに来る。さあどうなるのかというのが、まあ、パート1ですね。マトリックスの、えー、99年、1999年のざっとしたあらすじというところです。で、これがですね、大ヒットしたもので、パート2が2003年にリローレットというのが出てくるんですけども、今度ですね、新キャラが出てまいります。はい。これは何かと言いますと、アーキテクトというおじさんがですね、 まあイカゲームでいうとこの,あのおじいちゃんみたいに私がこのマトリックスを作ったっていう創始者みたいなえおじいちゃんが出てくるわけですね今はこの世界はバージョン66回アップデートしているということもまあ分かってくるわけなんですねでネオはですねその反乱分子の気づく中では6代目だったということが分かります はい、で、えっと、これ、まあ、どんどんお話進んでいくとですね、まあ、ネオが救世主だということに、まあ、モーフィアスとかが気づいて教えてくれるんだけれどもその中で、いろいろあります、えー、トリニティという女性とネオが恋に落ちたりとかっていうのがいろいろあるんですけれどもこのね、アーキテクトはですね2つの選択肢を人類のこのネオに提示をするわけですね。これ、何かというと A は1つ目これあの、救世主は最終的には吸収。 されないとだから生き残ったものでも人類はみんな死ぬこれは現実社会でも死ぬし仮想現実のマトリックスでも死んでしまう選択肢を選ぶのが A それに対して B という選択肢が出てくるんですね B の方はえ救世主は吸収されちゃうわけですつまり死んでしまうとでも現実社会の人間は、えー、死亡全員死亡 で仮想の中の、えー、マトリックスの中の人間だけは生き残るという選択肢なんですね。ですからどっちに転んでもですねこれ A なんでも B なんでも、えー、現実社会の人間は死んでしまうと。ただ え、救世主が吸収されるのかされないのか。つまり自分が生き残るか生き残らないのか。えー、そして仮想現実の人間が生き残るか生き残らないのかっていう選択肢が、まあ、あるわけなんですよ。毎回ですね、過去5回、まあこれバージョン6なんで過去5回、ネオのような救世主がいたんですけれども、必ずこれ A か B かの選択肢があった時に、えー、B を選んでたんですね。これなんでみんなそういう風に選んだかわかりますか これ実は、ね、オラクルという予言者が出てくるんですけれども、予言者が結局いつも、えー、分からなくなったら、そういう、まあ、知恵のある人に聞こうみたいなもので、その予言者がいろいろと、まあえー、説得してです、ね、結局、えー、この B を選んだ方がいいよというふうに促していたことが分かるわけですね。 でこれはなんでコンピューター側にとって都合がいいかというと結局、あえてこの根を泳がせておくことによって反乱分子の考え方とかっていうのを全部結局吸収してそれをまた次のアップデートに使いたい、まあ、iPhone とかもそうですよね。 なんかこう、うまく不具合がある、えー、報告例をいろいろと報告させて、そこの部分を、まあ、徹底的に直していくと、より良いものができるというのを、まあ、ネオで使っていたわけなんですね。それを過去5回やっていたんだけれども、今回もまた、えー、キアノ・リーブス演じるネオは、えー、この B を選んでしまうのかと思っていたんだけれども、実はですね、このマトリックス・リローデッドは、ネオは A を選ぶんですね。 これは初めての決断となります。はい。これなぜ A を選んだのかというと、私が先ほど申し上げたように、ネオとトリニティに恋心が生まれてしまったからなんですよね。で、このトリニティがピンチに達していたので、その時、同時国体で。なので、ネオは自分が今吸収されて死んでしまうと、トリニティを救えないってことが分かるわけですよ。だったら、もう俺は吸収されないで、みんな死んでいいという選択肢を出すんですね。 これはは AI 側はびっくりすするわけですよあんなオラクルまで使ってやったのに彼はうまくそれにまあ適応しなかったということなんですよね。 でえ、俺は死ねないということで、トリンティーを救いに行くというのが、主なマトリックス・リローデッドの2の2003年のお話となっております。でね、ここはね、僕、ちょっとまあ、少し自分の批評を入れちゃうとですねあの、新海誠監督でも代表されるように、世界系がすでに2000年代初頭のこの時代において、やっぱ出てきたなと思ってるんですね。え世界ががあれれだだけけ大変ななことととににってていいいいるのに君と僕だけが生き残ればいいという極めて 自己中心的な中二病的考え方がこのマトリックスの中にも鋭く描かれてるなというふうに思ったんですよね。団体よりもこう優先する考え方っていうのがこのマトリックス非常にオタク文化としては世界的にも共通なのかなというふうに思いました。 はい、まあ、これ僕の考察です。で、続いてですね、マトリックス・レボリューションズですね。はい、えー、これはですね、まあ、さらに今度、えー、今まではマトリックス内で起こっていたことなんですけども、外に話が出るのが結構基軸となってまして、デンス・エクス・マキナという、その AI 側の神様の親みたいな、ロボットみたいなやつが出てくるんですよ。で、こいつがですね、実はこのレボリューションズとかになってくるとですね、えー、もうこの、 先ほど言ったエージェントスミスがやりたい放題やって、かなりそのマトリックスの中もぐしゃぐしゃだし、そして現実世界にも現れて、ほとほとですね、デュース・エクス・マキナもロボット側ではあるけれども、エージェントスミスの暴走に胸を痛めていて、どうしようかっていう,うに思ってたんですね。そこにネオが直接会いに行って交渉するわけですよ。私がエージェントスミスを倒した暁には、人類助けてくださいねと。 だから私、あなたと私の共通の敵はエージェントスミスですよということをまあ説得しに行くわけですよ。で、分かったということで、ネオはいよいよこのエージェントスミス、これめちゃくちゃバージョンアップして強くなってるんですね。あのたくさんわーっとね、似たようなコピーロボットみたいな出てきますけども、エージェントスミスとこのネオの一騎打ちに向かって話が進んでいくと。で、まあなんだかんだあってですね、最終的には、えー、エージェントスミスを倒しまして、 でエクスマキラのところに行って約束果たしたぞと、えー、それでは俺の,の望みを叶えてくれと言って結局マトリックスの人たちそれから、えー、現実世界の人々を救うことに成功するんだけどもネオだけは、えー、吸収されて死んでしまうそして次のアップデートが行われているただ次のアップデートはこれラストシーンなんですけどもこのアーキテクトと、えー、それからサッティとオラクルこの3人がですねなんか お日様みたいなの見てる感動的なちょっとシーンで終わるんですけれども、え愛、ラブの力が世界を変えたのか、そしてなんかこう人間は、えロボットと共に共存共栄していくのかというですね、物語が終わるというところで、次のマトリックス、レザレクションズに話が。 映るとというこななんですねなんか僕ジョン・ウィックみたいなのが出てくるんだと思ったんですけど <laughs> まああれはあのキアノリーブスなんでね髪の毛長いとジョン・ウィックがなんかあの世界に混じっちゃったのかなっていう思いがしたんですけども、えー、今回はおそらくですけどモンフィアスが赤の薬と青の薬をあってこっちにやれば戦う方とで、えー、違う方だと違う現実が余ってるというそこの分岐点の方の話なんじゃないかなというふうに思っているので、えー、どちらかというと、えー、マトリックスの1の続きのパラレルワールド編になるのかなと と思ってますなのでこれもねちょっとまた僕見たらちょっと考察動画といいますかね、えー、喋っていけたらいいなというふうに思っておりますでここからですねマトリックスがなぜこれだけ社会的な現象支持率を得たのかというお話をしたいと思うんですけどもこれやっぱりね仮想現実の世界をいち早く映画に落とし込んだというまあ、力作だったなと思っておりますはいこれあのー、まあターミネーターみたいにね先ほど言ったように機械たい人間っていうのは今までもたくさんあったんだけれどもその 1> 1軸だけの話ですよね今回は2軸あるんですよ、現実世界と仮想の世界。で、これがね、面白いのがですね、例えば僕ら、あのー、生活していく上でね、その現実意識と潜在意識っていうのは、この2つあるんですけども、人間、我々全員、どんだけ頭のいい人であっても10、10%しか、えー、現実意識というのを、まあ、これ、難しい言葉で言うと、潜在意識って言うんですけど、あのー、頭、脳みそ使ってないって言うんですよね。 残りの90%は、えー、潜在意識でまだまだ脳みそというのはもう未知数でよく分かってないっていうのが、えー、本当はあるんですよ科学者に言わせると。で、えー、これはですね哲学の世界では水槽の中の脳みそという理論がありましてあなたが今この世の中で体験している見たり聞いたり感じたりしている世界は実は水槽に浮かんだ脳みそが見ている夢なのかもしれないということを 哲学書書では書いてあります、はい、これつまりどういうことかと言いますと今僕らが見てるものって実はバーチャルの中に 生きてても潜在意識が9割もあったらわからないことだらけででもその中でご飯食べておいしいなとかえ友達と喧嘩して悔しいなとかそういうのだけでなんか実は本当の意識というのは水槽の中にある脳みそが見ている夢のを我々は毎日送っているのかもしれないですよね。これマトリックスもですね実はその 仮想現実の中に生きているネオとかトリニティがいるんですけども、これがもし現実世界の我々が気づいていなかったらどうなのかというのが最大に面白いポイントなんですね。さらにですね、例えば我々が生きてる中で、あれさっきまでお金ここに置いといたのがない時計がないどこに行ったんだっていうよくわかんない現象って起きませんかあれはコンピューターのバグだっつってるんですよね。例えば前世の記憶があるとか、それからあと数万人に一人の人が かかる難病とかっていうのも実はバグっていう考え方でネオのようなえ通常では考えられないことが時々起こる。だからアップデートが必要なんだ。泳がせておいてそこから情報を入れて吸収させるっていうロボット的考え方が必要なんだということなんですよね。うん。なのでこのマトリックスはですね、まさに先ほど言った水槽の脳の考え方にも行き着くんではないかなと。 えー、そして、ちょっとね、これ、マトリックスの小ネタもね、いろいろあるんで、まああの、ぜひ公開前にですね、これ、ぜひチェックしていただきたいなと思うんですけれども、まずあの、最も盛り上がったのは、1999年に公開されて2000年のアカデミー賞ですね、編集賞、音響賞、音響効果編集賞と視覚効果賞と、まあ、いわゆるノミネートされた特殊効果の部門については、すべて受賞しております。はい、で特にやっぱり、まあ、印象的に残るのが、このグリーンのやつが、文字がね、 日本語みたいな文字がシャラ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 。まあ広角軌道体のね、オマージュであるなんてこと言われてますけども、あれですね、海外の人は、えー、我々日本人は、縦にワードとかの文章を打ってるというふうに思われてるらしいんですね。 そこでこの視覚効果のですねサイモン・ホワイトリーさんという方が奥さんの日本語料理本からスキャンした日本語文字と数字を裏返しに使ったらあの文字になったということで実はマトリックスのあのシャラ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 っていうあのグリーンの文字は日本日本の言葉で書かれた料理本だったというまあ 小ネタですあとねあのこれネオとかトリニティとかモンフィアスにもいろんなちゃんと意味があるんですねネオっていうのはこれあの英語でですね「ザ・ワン」っていう、まあ、アナグラムの意味があるんですけども直訳すると「救世主」というのが、まあ、意味としてあるとあとそのネオの本名であるトーマス・アンダーソンですねこれトーマスっていうのはキリストの復活を疑っていた使徒の一人であるというところでまあ やっっぱ救世主キリストが復活すするっていうところですねでアンダーソンもギリシャ語のアンドロこれあの人間男っていうマンっていう意味なんですけども、えー、アンダーソンだからサンですよね。 神の子、男の子という、まあ、キリスト的価値観の中で生まれたトーマス・アンダーソンの言葉があるわけです。えー、それ以外にもトリニティというのね、これキャリアモンスター演じるヒロインでしたけども、これもトリニティというのは三角、三味一体という意味ですよね。だから、ネオとモーフィアスとトリニティというこの三人。で、さらにこのローレンス・フィッシュマンを演じるモーフィアスもギリシャ語に登場するモルペウスというのの英語読みがモーフィアスになっているということで、夢を司る神様。 まさにねあの、ネオに対して思想的ポジションで、ヨーダみたいな形でいろんなことを教えていくポジション、これが、ね、夢をつかさどる神様のモルペウスの、まあえー、ことをもじっているということなんですね。あとはあのマトリックスっていうそもそもの意味なんですけども、これはね、子宮という意味するラテン語が語源なんですよね。それが何かを生み出すもの。よくあの数学の世界では こうなんていうの行列式のこととか座標みたいなのマトリックスのね図表みたいなこと言いますけども座標とか言いますけどもまあそれにもね通じるもの何かを生み出したりするものがこのメイトリックスになるのではないかなというふうに思いますそれからあとやっぱあの小ネタですけれどもあのマトリックスでこう一番のエビゾリになって弾丸を避けるシーンあれは一番印象的でしたよねこれあのバレットタイムって呼ばれる撮影技法でしてまあ世界で初めてメジャーにさせたものじゃないですかね役者自体はゆっくり動くんだけれど も高速でカメラがシャッターを切ることで360度ぐる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 360度立体的にその人物を捉えることができるというのもまあ応用されておりますけれどもこれはまさに後世の映画業界に非常に大きなえ功績をまあ残したと言われてますよねこの辺の時代っていうのは様式美がすごくかっこいいとされた時代でしてえー CG が使えるようになって絵をまあ例えばワイヤーを消すとかいろんなその なんでエージェント・スミスがたくさん登場するとかっていう風な CG をすごく美しく使ったゲーム的バーチャファイター的な使い方をしたのが。 このマトリックス非常に新しかったんですよね。まあ、ただ、これも飽きられて、次の世代からは、ダニエル・クレイグがやったダブルセブンもそうなんですけども、あまり CG に頼らないものにだんだんシフトしていくんですけども、まあ、2000年代初頭というのは、わりかしこういったマトリックスに影響された作品が、まあ、多く登場した時代でもあります。さあ、それでは最後はですねえ、なんちゃって映画でございます。レボリューションズ。ね、これ、ジャケ写ありますけれども、それのですね、なんちゃって映画がこちらです。 はい、アホリックス、ね、えー、ちょっとアホそうな顔してますね。他にも、じゃん、こちら、えー、アホリックス・リローデッド。まあ、こんな、ね、なんちゃって映画もあるんですけども、私がその中でも特にご紹介したいのがこちらです。マゾリックス・エローデッドです。はい、このマイケル・ジェイコックス、よく見るとキアノリーブスにちょっと似てるんですけども、髪の毛がどう見ても薄いっていうね、ところがあってですね、これはね、本家の、ね、オマージュが大変にある作品でしたね。 例えばあのテクノがかかるんですけどもうおなじみなあのマトリックスのズンジャカズンジャカいうねサイバーパンクみたいな曲はまさに一緒だなと思うんですけどそこでですねオーヘアスみたいなやつが出てくるんですけどもこれがですねえお前に教えてやるって言ってさあトリップするぞっつってこうやってなんかゴーグルみたいなのつけるとえエッチなビデオを見てるというね非常にえ下世話な展開となっております。 えー、ネオがこうやって弾丸をピタッとこう止めるシーンがあるんですけどもそれが見事にオマージュされております、はい、ただほぼ手書きのなんかダッサーい CG みたいなやつでこうやったらシュワーッと弾丸が落ちてくっていうねことやってますけれども、えー、それ以外にもですねなんかこうネオがボーンとこう飛ばされるシーンがあって。 本編で言うと、おそらくあれはワイヤーかなんかで釣って、わーって人がこう右から左に行くシーンがあるんですけども、当然こちらはね、エロパロディなんで予算がありません。えー、台車の車輪でシャーって動かしてましたね。しかも、車輪の音、そのまま残してました。カラ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 、カラ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 って。それぐらいは消しておいてほしかったら、恐るべき。 マゾリックスといいいう作品でございますはい、マゾリックスエローデッドね是非マイケル・ J ・コックス出ておりますんでねチェックしていただきたいというふうに思います。はいということで、えー、つらつらつらっとです、ね、この「マトリックス」の魅力、えー、考察、えー、小ネタそしてなんちゃって映画「エロパロと」と、えー、紹介してまいりましたけども是非ね皆さんもあの「マトリックス」の新しい映画見た感想も、えー、書き込んでいただきたいというふうに思っておりますし皆さんパートいくつが好きですか是非コメント欄にでお待ちしております。 この動画面白かったという方はチャンネル高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたしますいろんな考察いろいろやってまいります今回もご覧いただきありがとうございましたそれでは次回もみんなでシネマティック